つもりか、私への。違うよ、違う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 んだよ。これは感謝の気持ちだよ。やはりそこにいたか。他人の声が邪魔にならない場所、おのずと位置は絞り込まれるよ。ルルージュ、お前のギアスの有効範囲は最大500メートル。この東京タワーまでは届かない。確かに確かに。でもね、それでどうするつもり？いろいろとハッキングして頑張っちゃったみたいだけど、他のおもちゃも遠隔操作して僕を襲わせるのかな？それともその達者な口で僕を言いまかすの？おい、今度はだんまりかい？ C2 が欲しいのならお前も。まあ、お前まさか C2 というのが本当の名前だと思ってるんじゃないだろうな。俺は知っている、本当の名前はな。そうなの C2？ 僕には教えてくれなかったのに、どうしてあんな奴に。分かっただろ、 C2 はこの俺のものだ。 C2 はな、俺のものなんだよ、マオ。違う、ずっと前から僕だけの C2 だったんだ。俺は C2 の全てを手に入れた。お前が見たこともない部分も含めて、すべて。出てこい、ルルーシュ。こっちに来い、僕の中に来い。お前を覗き見てやる。かな、ウサッキー。マン、お前の負けだ。何言ってるんだ。もういい、僕は C2 と。ルルーシュか。でも距離が、それにいっぱい。そこまでだ、お気をつけ、投降せよ。なんだよあいつら。誘拐犯につける、武器を捨て投降せよ。警察、誰だ通報したのは。ルルーシュ、なぜここに。嘘だ、だってさっきまでタワーにいたじゃないか。お前バカか。録画だよ、今までのは。嘘だ、だって喋ってたじゃないか、僕と。お前の思考はシンプルすぎる。心を読めるのがあだになったな。僕の答えまで予想できたってのか。ふざけんな、このガキ。警察に捕まってもな、すぐ出てきてやる。うるさい、僕の悪口を言うな。C2 が教えてくれたよ。お前はギアスをオフにできない。しかし有効範囲は集中力次第。僕の気をそらすためにモニターを使った。でもな、僕にはまだお前に勝つ方法があるんだよ。それをやった時がお前の最後だ。待ってくれルルーシュ、ちゃんと話せば。何が最後だ。ポリスどもよく聞け、そこにいる奴がテロリストだ。撃て。